ということで、今日はフットスタイル外でのロケです。よろしくお願いします。外、結構久々。久々ですね。ね、キャンプ以来。そうか、年始。年始ね。ね、年始のキャンプ以来。しかも、今日は天候にも恵まれて。ね、やっぱ気分いいですね。ね、来てくればよかったな。もうしばらく3年ぐらい干してない。3年は言い過ぎですけど、そうですね、しばらく干してないですだいぶ汚いでしょうね。そんなことないですよ。汚いっていう印象植え付けないでくださいよ。もうどうするんですか。3年干してないアナウンサーになったら。矢端さんの布団を買いに行くコーナー。あ、そうだ、今日布団買いに行くコーナー。そんなコーナーじゃないですよ。そんな偉くなってないですよ。あ、そっか、はい、あ、まあ、買いに行ってもいいけどね。本当ですか。いや、今日の主役はまた別にいるんですよね。そうでした、そうでした。まあ、おもむろに我々ここに集まったんですけれども、今日はなんと、はい、フットスタイル初登場のあの方が来てくださっております。おサンチェ君です。どうも。わかっとるね、カメラ。さすが。改めてご紹介します。サンチェ君です。いやー、小泉さん、はい、ついにですよ、サンチェ君が来てくれました、はい、いや、人気ですからね。ねえ、会いたかったです、サンチェ君、本当。来てくれたってことで、サンチェ君、ちょっと気分、アゲアゲですか。すごいね、準備がいいもん。だって、ちょっと後ろ向いてもらっていい。なるほど。いや、もうしっかり。すごい。ね、しかもいいですか、はい、今日浩司さんだから、うん、あの前向いてもらって、はい、ここ見てください、ここ。なんかキーホルダーを、ね、めちゃくちゃぶら下げてますね。サンチェはすごい僕のグッズをね、こうやって、うん、あ、ここにもあるんだ。ああ、これ7番の現役の時のだ。はい、はあ、すごいね。ただ僕はサンチェのグッズあんまりここまでされたらしようよ。あ、このポジション取りたい。バイバイって。バイバイ。いやー、でもさすがにうまいな、これが。やっぱりね、それじゃないですよ、さっき。いやいやいや、やっぱりね、やめてください。やっぱりこのポジションを取りたいっていう気迫が全面に出てますけど、ね、いや、悪い、うん、もういないですから。ないですか。いやいや、もう完全に撮ってやってました。で、今日まあサンチェ君来てくれたはいいものの、はい、スタジオじゃない外のロケだ、はい、何すんのっていうので、なんかサンチェ君からなんか提案があるんですよ。もう何、何分かった。なんかサンチェの秘密基地を作りに行きましょう。秘密基地、秘密基地、ほう、そうですよね、作る、お、すごい。いいんですか。サンチェの秘密、え、だって自分の家あるじゃん、中国山地三丁目だっけ。置いといて、うん、それ、うん、なるほど。そうか、ちょっと気分変えたいし。変えたい。なるほどね。今要するに相性も中国産地も、なかなかどんぐり取れないから、もう下の方に降りてきて、ね、ブラック上級。いやいやいや、やっぱりそういうもう今ね、ご時世ですから。とりあえず、とりあえずなんかこういうポーズ出てきて、まあ別荘も欲しいっていう話ですよ。でも簡単に秘密基地って言われてるね、うん、ここに作る場所がね、どこにあるのかなって。え、なんかあるってことですか。ある、すごい、うん、どこどこ、こっち持ってるんですか、うん、え、わかりました。秋高田市吉田町。え、いいの、サッカー場の近く。違うって。あ、違う。あ、違う。そこじゃないよ。うん、はいはいはい。はい、わかりました。わかった。
黒瀬町。黒瀬町、東広島、はい、にその土地がある、場所がある。もう広い。まあまだね、分かんないところもあるんで。ではちょっとサンジュ君、はい、その場所に連れてってもらっていいですか。よし、じゃあ皆さんで東広島、黒瀬町に行きましょう。レッツゴー。どこ行くの？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 ど